東京オリンピックの頃とか、うんうん、その後なんかは、うん、まだ中学生から始めても間に合った時代なんですけど、うんうんうん、今はもう小学校、うん、低学年、うん、幼稚園ぐらいから始めてないと、うんうん、もう間に合わない、うんうん、男子はまだ中学年ぐらいからでも、うんうん、なんとか間に合うかもしれない、うんうん、女子はもう低学年幼稚園からでないと絶対に間に合わないです、うんうん、高校生から二十歳前後ぐらいまでがピークなんですね、うん、体のやっぱり、うん、それ以上になるともう本当に衰えていくばっかりなので、うん、だから基本はその高校生ぐらいがピークだと思って育てていくにはやっぱり10年見ると、うんるねうん、やっぱり小学校低学年か幼稚園ぐらい、うん、体操とスキーのジャンプはやっぱり恐怖心が生まれちゃうんで、ねうん、もう大きくなってからはできない、うん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 、できないね恐怖心が芽生える前にですね、で体が大きくなるとやっぱり怖くなるんですよ、うん、でこっちも補助ができなくなる、うん、大きすぎるんでそっかそっかちっちゃい頃だと何とでもこう救えるんで補助がやりやすいんですねあーすごいな、うん、本当にキャプチュだ笑える僕大阪の梅田で親が本屋をやってて、あ本屋さん本屋さんをで練習終わってからその本屋に寄って、で飯食ってこいって言われたらほとんど牛丼食べてましたから二段階に楽しめるって感じですよね、うん、キャプチュと牛丼、うん、体操の難易度に例えて何度ぐらいになるんですか、はい、今ですね体操ですね A、B、C、D、E、F、G まであるおA、B、C、D、E、F、G、はい、そうです、うん、G 難度ですね、女子は H まである女子ね、うん、まあそうですね、うん、G から H ぐらいの間じゃない間の味だと、なかなかそれレベル高いですね、それはなぜかというと2つあるから、ね、なるほど味がなるほどだからすごいそのチャプチェの味もすごく美味しかったし、うん、楽しめるし、うん、でまた牛丼は牛丼で美味しいっていう、ねうん、2つの味でしたありがとうございました、はい、ありがとうございます